おはようございます。リオプロスタッフの高木です。今日はね、遠州灘のサーフのヒラメゲーム、西部の愛知県の方に来ています。豊橋田原エリアのサーフですね。今日はこのビーチウォーカーグリッパー Z、 これをね中心にねヒラメを狙ってみたいと考えているんですが、一日やってみたいと思いますのでよろしくお願いします。何か当たったらいいんだ。今フリッパーのねピンクカラーをね、まあ、キャストしてます。まあ、水深が浅いので、まあ、時々ボトムコンタクトしてしまうんですけど、まあ、ボトムコンタクトしたら若干竿を煽ったりだとかリトリーブスピードを上げる程度で、まあ、ボトムを切る程度、ストップアンドゴーのアクションで十分だと思います。このフリッパー Z ね、まあ、サイズがねメタルジグの割にはね大きいので、サイズによるねこのアピール力っていうのもね期待できますよね。朝がね満潮、大潮ということなので、ここからね干潮に向けた下げのタイミングで、まあ、夕方もちろんまた上げ返してきますので、その上げのタイミング、そこでね地合いがあるんじゃないかなと思ってます。僕がねいるここの、まあ、立ち位置は少しねあのワンド状になってて、まあ、両サイドが岬状になっているので、それでも手前から水深があるんですけど、ブレイクはね何段かに分けて下り落ちてますね。でサーフのねゲームで、まあ、よく聞かれることで、このポイント選定にねやっぱり苦慮するっていうのをよく聞くんですけど、山側のね地形を見てみるっていうのも一つですよね。木が生えてなくて断崖絶壁になってるっていうようなとこは潮が大きく当たったりするタイミングで削られてるんでしょうね。やはりこういったところはね海中も同じようにこう地形変化があると思っていいと思います。本当あのカラー変えたりだとかルアーのね種類を変えて数頭でね本当に当たりが出るっていうことが多くて、やっぱりねルアー交換のタイミング1投目だよね。よしよし、本当に1投目だったね。さっきまでねゴールド系のカラーを使ってたんだけど、ちょっと反応がなかったので、ピンクのカラーに変えてみたらね一発でした。あ、こっちなんだそっかそっか、こっちでした、こっちでしたね。フリッパー Z ピンクに変えた1投目でした。とりあえずマゴチ釣れましたね。釣れない反応がなければね、まあ、ルアー交換です。ビーチウォーカーのファルクラムねキャストしてます。このビーチウォーカーファルクラムはね泳ぎがねすごく大きいのが特徴で、バタバタとアピール力が高くて、でヒラメね、まあ、マゴチもちろんですが青物の実績もねすごく高いですね。でやっぱりこうリトリーブしててすごくこう泳いでるっていう感覚が伝わってきますので、リトリーブストレスがね少なくて何やってるかちょっと分かりにくいなって思われるアングラの方にはねおすすめのルアーですね。で使い方はねもうほんとただ巻きでも大丈夫ですし、ただ巻きしててストップで、まあボトムについたらまた巻き出すっていうね、簡単なアクションで使っていただくことができます。朝はね少し水面にねベイトが見えてたんだけど、それがねこういう時間になると見えなくなってくるっていうのはあるんだけど、まあ浮いてたねベイトがねボトムに沈んでるっていうだけっていうこともあるので、競争でね反応がないからといって諦めずに少しルアーを交換しながらボトム周辺を狙ってみるっていうのも有効です。まあ反応なければねちょっとねまあ定番ではあるんですけども、ハウルキャストしてみましょう。まあ、ボトムをね感じながらスローリトリーブしてて、でボトムについたらねちょっと、ロッドを煽ってね、まあ、ボトムを切ってあげるようなアクションを続けてます。ラインが緩んだ瞬間が着底っていう風にね、その瞬間にルアーを動かすということで、まあ、リアクションバイトも誘発してるんですけど、ただ巻きでもスピードを変えてあげるとね、それだけでもやっぱ誘いとしては違いますよね。リトリーブコースをね変えるだけでもやっぱ反応が違う時もあるんですよね。キャストコースだとか、まあ、スピードだとか、まあ、レンジね、リトリーブレンジだとかアクションだとか、そういったものをねいろいろ変えてやると、まあ、その日の当たりパターンに近づくっていうことも多いですね。
まあ、ほんのちょっとですけど移動してきて、少しずつね歩きながら釣りしていきましょう。こういったポイントね、何もないからといってね、まあ、魚つかないかというとそんなこともなくて、ベイトの回遊次第ではね釣果期待できるので、移動しながら探っていきましょう。さっきねやってたとこに比べると若干ね濁ってるのかな、こっちのが。この濁りをね好むベイトフィッシュっていうのもやっぱいて、そういったところだと全くあのヒラメも苦にせずね、その濁りの中で捕食することもありますので、潮目がやっぱり一級ポイントになるって言われるんですけど、こう水温の変化でね発生したり流れの変化で発生することがあるので、まあ、どのタイミングでねあの潮目が現れるかっていうのははっきりしないんだけど、水中の中で、まあ、潮目ができてるっていうことももちろんありますので、ルアーにかかる抵抗だとか感じながら変化を見つけていくと、自分のこのリトリーブしてる、まあ、ラインですねを見てて、波にねあまり干渉するようだと思うようなリトリーブコースも取れないですし、まあ、当たりがね明確に伝わってこないので、ある程度このラインを見ながら波にね干渉しすぎないように今リトリーブしていくと、目の高さぐらいを意識してるんですけど、ここまで立ててねリトリーブしてると合わせる距離が取れないもんですから、まあ、目の高さぐらいでこう合わせるね。ルアーを変えてフリッパーの Z ね、まあ、スローに誘いたいということと、まあ、沖を狙おうかと。で干潮の時はね、届いてないところを間違いなくこの潮位なら狙うことができそうなので、ルアーをキャストするためにも飛距離重視でちょっとフリッパー Z に変えてみましょう。水色がね少し濁り気味なので、視認性を重視してゴールドカラーを選んでます。あ、なんか当たったな、今。今のは絶対魚だった。しまったな。海岸線に近いエリアでね、見逃しがちになっちゃうんですけど、炊き上がりに魚がついてることもあるので、少しこうゆっくり誘って、口を使わないかなと思って変えてます。流れに対してね、どっち向きにルアーが泳ぐっていうのをね、少し意識するだけでも、反応に差が出ることありますね。干潮のタイミングは潮位が下がるので、立ち位置も前に出れて、満潮の時に攻めれなかった沖のねブレイクまでルアーをキャストすることができるので、干潮のメリットがあると思います。あ、なんか釣れたと思ったらヒラメだった。しまった、全く当たりも感じないままに釣れてたけど、いやフリッパーのね Z ねゴールドで食ってきたんですけど、これ小さなヒラメでした。僕の中ではこうボトムにちょんとついた瞬間にルアーを動かすイメージだけで、それがこうリトリーブでもいいですし、こうサウ、まあ煽ってあげて動かす、それでもいいんだけど、何かこうボトムについたらアクションさせてあげるっていうことだけを気をつけてます。波をね超えるようなタイミングでルアーを着水するっていうのをね心がけると、ルアーをコントロールしやすいですね。でこう闇雲にねタイミングもなしにキャストするんじゃなくて、波が来てそれが崩れるタイミングにその沖にキャストしてやると、そうするとヒラメにねこのルアーをアピールしやすいです。今キャストしているのはビーチウォーカーのフリッパー Z っていう、まあ、新しいルアーなんですけど、もともと 40g と 32g ね、どういったね使い分けなのかっていうと、よりスローに誘いたいとき、そしてサイズによりアピールしたいときね、ボディがね大きい分ホールスピードは遅いので、ゆっくりホールでね見せて誘うこともできますね。流れを感じる力も強いですし、こうバタバタと泳ぐところもね非常に使いやすいですね。ルアーを変えましょう。ビーチウォーカーのアクションですね、ヘビーシンキングペンシルなんですけど、飛距離はまあ十分出ますし、スローにねちょっと誘っています。水深がね、まあ、あまりないようなポイントで広範囲を探っていくっていうルアーなので、すごく使いやすいと思います。すごく沖で当たった場合は大きく強く合わせを入れます。
逆に近くで当たった場合はもう小さく鋭くキュッと小さく鋭く合わせる。そうすると針がね口周辺にしっかりフッキングしますので、合わせのね入れ方をちょっと変えてあげるだけでもフッキング率は変わってきますね。タイドバイブスコアの78ね、100とね、まあ、78ありますので、78はねどちらかというと結構早巻きで中層にいるようなベイトフィッシュをイメージして早巻きでドット操作入れながらね巻くことが多いですね。で駆け上がりに当たった瞬間にねまたアクションさせてあげる、それがリトリーブ時でも一緒ですね。おお、今なんか触ったね、多分ボラだな。今これで潮止まり迎えますのでね、ここから上げのタイミングでね多分潮目が出たりだとか、まあ、流れが変わったりだとか変化が現れると思うんですよね。サーフゲームはねやっぱりそういった小さな変化はね大きな変化となりますので、集中して釣りをしましょう。じゃあちょっと仕切り直してね、しっかり潮が上げるタイミングで狙ってみましょう。このキャストごとにねボトムまでのカウントを取っておけば少し水深が違うだとかそういったこと分かりますね。1秒違うだけでね、まあ、1メーター近く水深が違うので、ちょっとした水深の変化とか、あとは、まあ、着底した時にねこうコンって固く当たるようなところは地質が硬いっていうところで大きな変化になりますので、そういったものをこう探していきますね。今投げてるこのフリッパー Z ね、シルエットも大きいですし、ボールスピードもゆっくりでね、流れを掴んでるのもよくわかるので、ぜひね、使ってみていただきたいですね。あ、今違ったかな？ナイス当たったな。流れに対してね、上流から来るのと下流側から来るのじゃ、やっぱりアクションが全然変わりますので、そのちょっとした違いによって反応するかもしれないんでね。当たりないね。お、今なんか当たったな。でも多分ボラだな。よし、まあ一日よく遊んだので今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。今日はね愛知県の豊橋エリアの海岸でねサーフゲームを楽しみました。まあ、超過はまあマゴチ、そして小さなねヒラメとポツポツと遊んでくれたので大満足です。このね、豊橋エリアの海岸もまだまだポイントたくさんあります。皆さんもぜひ訪れて楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。